も激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。せーの、もえもえビープはい、やってきました、芋吉シリーズですよ。イエーイ。いや、前回どうでした？実際食べてみて。結構大丈夫だった？大丈夫だった。あ、本当に、うん、で、今日はね、だいぶやばいよ。今日めっちゃやばい。怖い。うん、今日はですね、池袋のサフランさんに来てます。はい、でこれもですね、視聴者さんが前にですね、僕におすすめぜひ行ってくださいとリクエストに応えて今日実現しました。ありがとうございます。すごい、今日のカレーね、すごい見て、ギネス認定もらってるの。ギネス認定のブートジョロキア入りのカレーです。やばいね、怖いね。ちなみになんですけど、これ頼む人で食べきれない人とかいますよ。まあ、大体食べきった人は1割以下なんで。1割以下。じゃあ100人中何人ぐらい？10人もいかない。10人もいかない。すごいね。じゃあこれ食べきったら結構レジェンド的な感じで。そうです。その認定証が当たるんです。あ、賞状的な。そうです。おお、楽しみだね。じゃあ今日。頑張ります。トゥース。チコチコ男出ちゃったあ、前回はね、あれだったよ、山椒が効いてたけど、山椒系は大丈夫なの？山椒系は大丈夫だけど、こういうカレーのスパイス系はちょっと怖いね。芋吉さんやばいよ。僕も怖い、怖いよ。怖い、どうしよう、怖いよ、怖いよ。あ、食べてね。いや、自分の分は絶対食べれると思うけど、厳しいな。2人分は厳しいかもな。どうなんだろう。まあちょっと頑張って食べてやばいよ。挑戦者が、まあ、今まで、まあ、3日付で45,222人の中3,119人。やばい、挑戦者やばい、やばい。ちょっとめっちゃ結構怖くなってきた。怖い。やばい。だって店主の方がこの前食べたブートジョロキア入りの味覚の激辛麻婆より辛いって言ってたんで。ああ、やばい。絶対お腹が痛くなるやつ。うん、怖いよ。これは何でしょうか？同意書。うわ、やばいね。当店の世界一辛いカレーにはブートジョロキアを使用しております。うわ、責任はね、自己責任ということで。激辛ジョニー、いや、ほんと怖いね。マジで怖いよ。はい、じゃあ芋吉さんも書いてください。はい、じゃあすいません、ありがとうございます。約4万人中、まあ、3,000人ぐらいですよね。1割以下。1割以下ですよ。水だけは少なめにしてください。水飲んでも治らないから。マスターは食べれます？そのカレー。まあ一応無理しても食べなきゃいけない立場なんで。平気。平気ではないんですよ。ただし胃がスパイスに慣れてるから胃痛くなったりとかはしません。ただもう芯から煙が出てくるんですよ。それはもう間違いない。ただし次の日のバックファイヤーは絶対避けられない。バックファイヤーかっこいい。バックファイヤー、冷や汗が切れ字になりそう。怖いね、マジで怖いよ。乾杯しましょう。乾杯。なんか女子会みたい。うん、美味しい、美味しいね。美味しい。ジョニコ、今日可愛い？めちゃくちゃ可愛い。でもね、アイドルでいそうな感じ。うん、でしょでしょ。うん、どっちの方が可愛い？いやー、そりゃジョニコの方が可愛いよ。でしょ。全然可愛くない。まあ、そうだね。ちょっとこれ。カメラ近いぞお前。ずるっ。芝居だろかお前。急に男になっちゃう。近くなっちゃうと男になっちゃう。おーっと。これは来たー。はい、来ました。おお、なんか大きい。いやー、可愛い。来ました。オッケーオッケー。こちらは何でしょうか？こちらが例の世界一です。かわいい。辛うわ、すんげえかなさん、これやんまい。どうでもなんか見た目可愛いね。うちみたい見た目ジョニコちゃんみたいに可愛い。ジョニコちゃんみたい、すごい可愛い。でもどうなんだろう、同意書書くレベルでしょ。でもちょっと近くで匂い嗅いでみ。やばい。いただきます。怖いな。どうちょっと芋吉さん先行ってもらえます？私がですか？はい。ちょっと先に犠牲になってもらって。じゃあ一口。いただきます。来ない？いや、来る。喉に来る。喉に来ちゃった。オッケーじゃないやつ出ました。ありがとうございます。芋吉さん死亡でーす。めっちゃ喉にくるわ。後からめっちゃくる。やばい。素晴らしい破壊力です、サフランさん。じゃあちょっとね、ジョニコもいっちゃおうかしら。いいかしら。いいよ。どうでしょうかね。ブートチョロキア入りのカレーって僕初めてですかね。いただきまーす。喉にくるわ。あとその入ってきて、ここからなんかくる感じがする。ぶり返しちゃうぞ。ナンいきましょう。ナン美味しそう。ナンね、ほらこれで顔隠す。隠れない。どうしよう、顔隠れない。顔がでかいんだよ。誰がでかいんや。いいね、これだけでも食えるね。美味しそうだね。そのまま食べたい、お口直し。美味しい。つけて食べましょうか。奥の方がもっとかな。下に沈殿してんのかな、これ。よくかき回した方がいいかな。やばい、結構汗かいてきた。早くない？もうウィッグの中がこの中もうやばい。ですよ。そうだよね、地毛だもん。髪の毛大変。私さ、あなたより髪長いからさ、大変なのよ。この間よりかすごい伸びたね。でも変態は早く伸びるっていうし。でしょ？結構辛いね。マンゴーだし。前髪が崩れちゃってかわいそう。ちょっと臭そう。おい、何臭そうっつってんの。男出ちゃった。いいね。美味しい。いや、辛いわ。辛い。下の方がすごかった。一瞬で汗がやばいっすよ。皆さん来ました。塩吹きタイムでーす。どう。めっちゃ塩吹いてるでしょ。だんだん喋れなくなってこれ口にきて。どう？衣装変わって。前よりか可愛い。そっちの方が好きかも。よかった。可愛くなったでしょ。可愛い。でも待って、これやばい。いや、まだ頑張る。やばい。下がやばい。やばい。じゃあアイス食べようかな。おい。アイス食べようかな。優雅にアイスタイムですよ。ちょ待って、うちギブアップだもん。嘘。やばい。ちょっと一口食べてみ。いや、うちさっき辛い食べたし。いや、やばいよこれ。ちょっと食べてみ。ほんのちょっとね。やばい。これやばい。一鍋でもやばいね、これ。4万人中3000人だからね。食べきったの。ジョニコちゃん、カレー系は一番得意だもん。カレー系は大丈夫だよ。ジョニコは結構ね、慣れてるから大丈夫。大阪の。だって前回めっちゃ食べてたじゃん。無理無理、やばい、これきつい。結構やばい。結構やばい。汗だくじゃん。二人とも汗だく。無理はしない方がいいね。口の中がやばい。今まで食べたカレーで一番。あ、もう間違いなく一番。鼻水ダラダラだもんね。なんだけにしとくな。うん。なんだったらなんだけにしとく。今なんて？なんだったらなんだけにしときな。何言ってるかじゃ聞こえなかった。わかんないよね。怖い。超寒いんだけど。暑かったのが一気に寒くなった。ありがとう。わざと滑ってくれたんで。それにしろ結構来るね。普通に両耳かけてみ。でもね、今の笑ったせいで鼻からさ、カレー出てきそうになってさ、今鼻めっちゃきついんだけど。ハイキューみたいな。ハイキングウォーキングの。いや。ちょっと髪の毛こうやって。二つまず。やばいね。ちょっと休憩しないのこれ。カレーじゃなくて、何の味に意識を集中させる。甘く感じるような魔法をかけていいじゃん。いいかな。よーし、もえもえ。ブー。本当に甘くなる。ちょっと食べてみる。めっちゃ辛いんだけど。マジで。すいません。バターチキンカレー単品で。これ辛くないです。あ、じゃあバターチキンカレー。ナンめっちゃ美味しい。ナンめっちゃ食ってるね。なんで？今なんて？ナンをなんで食べてんの？お口優しいね。わざと滑ってくれる。なんかさ、さっきまでさ、綺麗なサラサラパッツンだったのにさ、今さ、ベタベタギザギザの前髪になってるんだけど。この乱れ具合が、この辛さは物語ってる。サフラン恐るべしからよ。マジで可愛い。予想はしてたけど。辛すぎて。うん、落ち着いてきた。芋吉さん、はい、もう僕とどめさしちゃっていいですか？どうぞ。やば。辛っ。絵面最悪だね。著しくね、食欲を奪うと思う。多分ダイエットしたい人はこういう動画見た方がいいと思う。チキンがね、大きい。うん。もう残りわずかですよ。ね。これあと一口じゃないですか。うん。最後の一口です。あ、まだだった。すごっ。食べたね。食べました。完食。いやでも賞状がもらえると。うん。いやちょっとお腹にきたし、トイレやばい。そんなにやばい。マジでやめなよ。症状が欲しい。おっと症状ですか？はい。おお、ありがとうございます。いただきました。見てください。3120番目ですか？3120番目です。症状いただきました。口がなんか悔しがった。いや。完食しました。これでまた新たな伝説を。あ、でもこれ食べれる人って普通の人じゃないですよね。もうずっと辛いもの食べていらっしゃるので、多分いけちゃうと思う。いけちゃう人強いよね。これ無理だもん。でもね、女性が強いでしょ。そう。女性ですよ。これ女性です。女性ですよ。女性に見えますか？そうですね。でも演技がうまい。演技じゃないわ。女性ですよ。おお。やばっ。おめでとうございます。芋吉さん素晴らしい。マジで平気？今トイレ行くわ。やばい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 、お腹にもう来てる。やばいやばいやばい、やりすぎちゃった。さっきだって一回やめていいって言ってたからさ。いろいろ大丈夫。ただいまより症状の授与を始めます。ありがとうございます。うわあ、よかったね。3121番、3121番です。お吉さんが。おめでとうございました。あれ、下がってきた、下がってきた。本当だ。はいはい、いきます。バケモン。自家製ヨーグルトだそうですよ。美味しそうですね。ゆっくり飲み込むといいかもしれない。ささっと食べちゃうと影響が遅くなる。あ、そうなんですね。ゆっくり食べましょうよ。美味しい。今まで食べたもので一番辛かった。マジでやっぱり。うん、まあでもね、記念になったねこれ。うん、数時間で2人の制覇者が出たと。すごいね。ちょっと罪悪感があったので、ね、止めようとしなかった。いや、症状欲しかった1割以下に入りたいじゃん。死ななければいいんだよ、死ななければいいんだよ、死ななければいいんだよ、死ななければ何でも大丈夫さ。究極だ、学びました。そう、究極だからこれ。いや、本当におめでとうございます。ごちそうさまでした。辛さのレベル的に言うとどれぐらいだろう。辛さレベル7でーす。はい。いや、うちの中では10だわ。100ぐらい。ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてくれよな。このチャレンジに拍手の方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。芋吉さんのツイッターは画面の概要欄に貼り付けてますんで、よかったらフォローしてください。皆さんぜひ叩いてください、グッドボタンで。叩いてください。本当にすごかったんで頑張りました。ごめんね、後ろでバターチキンカレー食べてて。本当だよ。バターチキンカレー。甘いんじゃないの？甘いてるんだよ。バラバラ。これだから言うとりは。いやいやいや、あんたもだろ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとりボタンはここだよ。オッケー、チャンネル登録してね。オッケー、もっともっと増えろ。オッケー、もっともっと